どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはモンベルのクロノスキャビン2型というテントを紹介したいと思います。このテント、なんとホンダのロゴがついているテントなんです。このテントはこのように屋根を作ることで、こんな感じで大きなバイクも入れることができるほど大きなテントなんですけれども、こういったバイクでも持ち運べるように収納時の大きさや重さを抑えられているといった特徴を持っているテントなんです。ということで今回はモンベルのクロノスキャビン2型を詳しく見ていくんですけれども、まずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います。1つ、このテントにはサイドパネルがついています。締め切ることもできますし、開けることもできます。また付属のポールを使うことでひさしにできるなど、入り口の形を状況によって変えることができます。クロノスキャビンに似たテントはたくさんありますが、この開閉式サイドパネルがついているものはなく、一度開閉式サイドパネル付きテントを使うとついていないものが不便に感じてしまいます。2つ、クロノスキャビンは1人から2人用のテントなんですけど、全室が巨大で165センチものスペースがあります。これは他社製の似たような形のテントの 1.5 倍の広さです。3つ、このテントは横が230センチもあります。1人から2人用のテントの9割以上が横210センチの中、クロノスキャビンは230センチもあるので、身長が高い人も快適に過ごすことができます。4つ、日差し用のポールもあらかじめ付属しています。5つ、付属品すべて含めた総重量は 4.3kg です。先ほどの日差し用のポールを含めて 4.3kg です。一方、他社製の似たような形のテントは日差し用のポールも付属せず、かつクロノスキャビンよりも小さいテントにもかかわらず重さが 4.4kg と、今回紹介するクロノスキャビンの方が大きなテントで、付属品も充実しているにもかかわらず 100g 軽くなっています。6つ、テントは難燃加工が施されています。生地に火が当たっても自己消火し燃え広がらない加工です。7つ、入り口が前後についています。8つ、インナーテントだけで使用することもできます。このテントの弱点は2つあります。1つ目は収納時の大きさが、本体のみで横 50cm、 直径 20cm、 ポールが横 46cm、 直径 5cm と、他社製の似たようなテントよりも少し大きめになっています。しかし僕が持っているバイクが入るテントたちと比較してみると、このようにかなり小さい部類になっています。2つ目は価格が約3万円と、他社製の似たような形のテントの中では値段が高い部類になっています。しかしそれらのテントよりも室内空間も全室も大きく広いにもかかわらず軽いテントになっています。直径は20センチと大きいですが、横が50センチと小さいので、バイクのシートから大きくはみ出ることはなさそうです。本体は袋から出してみます。付属品はフライシート、テント本体、本体のポール、ザブポールが1本、日差し用のポールが2本、針編みが6本、19センチのアルミピンペグが15本、応急補修用のパイプが1本です。テント本体が 1095g、 フライシートが 1512g、 本体ポールが 524g、 サブポールが 260g、 日差し用のポールが1本 244g、 ペグ1本 13g、 応急補修用パイプが 17g で、長さは 13cm でした。それら全て含めた重さは 4347g でした。早速組み立てていきます。クロノスキャビンはいわゆるドーム型のテントなので、設営はとても簡単です。まずテント本体を広げます。次にポールを組み立てます。ポールはこのように十字になるように差し込むだけです。組み立てたポールをテントの上に置き、天井部分のフック2箇所をポールに固定します。次に4箇所のポールの先端をテントに差し込みます。最後に残りのフックをポールに固定すれば完成です。テント設営に慣れている僕で、ここまでで約2分で完成しました。次にフライシートをかぶせます。この時前と後ろの向きに注意してください。フライシートは本体四隅のゴムでフックに固定します。次にサブポールを組み立てて、フライシートのポールスリーブに通し、テント本体と接続します。最後にペグを打てる箇所にペグを打てば完成です。風の状況などに応じて針網を張ってください。ペグを打てる場所は赤丸の9箇所でした。ということで、ホンダ&モンベルのクロノスキャビン2型を詳しく見ていきましょう。テントの入り口の左右に通気口がついています。中に硬い板が入っているので、整えてあげれば通気口になります。通気口はテントの後部の入り口の上にもついています。こちらは中に硬い板が入っているので、マジックテープで接続してあげれば通気口になります。直線上に通気口があることで風の通り道ができ、快適な室内となります。早速入り口を開けてみます。入り口は開閉式サイドパネル型になっており、片側だけ開けたり正面を開けたりと、周りの状況や風の状況によって使い分けることができます。
開けた扉はそれぞれくるくる巻きにして横に固定したり上側に固定することができます。次に広い前室を見てみましょう。この前室がクロノスキャビンの一番の特徴かと思います。奥行きは165センチもあり、人一人が寝れるほど大きな前室です。僕のバイクのホンダ 400X はフルパニア化されているんですけど、サイドケースやトップケースを入れて履いていた大きめのブーツを入れても余裕の広さです。雨が降っていてもこのように前室内で調理することができます。今回ホンダドリーム博多店さんの協力によりこのテントの前室に様々なバイクを入れてみました。 110cc の株だとこんな感じ、 150cc の ADV150 だとこんな感じ、 210cc の CBR250WR だとこんな感じ、 750cc の XADV でもすっぽり入ってしまいました。全長約230センチの 1100cc のアフリカツインだとこんな感じでした。ミラーが屋根に少し当たっていますが、ナンバーギリギリまでテントの奥に入れてしまえば、なんとアフリカツインまで屋根の下に入れることができました。すっぽりとはいかないものの、アフリカツインでも前室に入れることができるので、多くのバイクが屋根の下に入ってしまうのではないでしょうか。バイクが屋根の下に入ると言ってもこれじゃ自分が出入りできないじゃないかと思うかもしれませんが、このテント裏側にも入り口があるので大丈夫なんです。最後に全長約250センチのゴールドウィングを入れてみると、さすがにはみ出てしまいましたが、それでも先っちょ以外は入っているので、この前室の広さがわかると思います。次にインナーテントを開けてみます。インナーテントは生地とメッシュの二重構造になっているので、プライバシーを保つことができますし、暑い時期は網戸に、寒い時期は閉めることで長いシーズン使うことができます。開けた扉や網戸はくるくる巻きにして横に固定することができます。このクロノスキャビン新潟を使ってみて気づいたことがあるんですが、似たような形のテントや似たような大きさのテントは今では1万円台でも購入することができますが、それらのテントに比べてこのクロノスキャビンはファスナー部分や各部の接続部分、それぞれのパーツなど一つ一つが質のいいものが使われており、品質はそれらのものよりもはるかにいいと感じました。先にも述べたように、このテントには裏側にも入り口がついています。裏側にも約80センチの前室を作ることができるので、とても広いテントです。テントの中を見てみましょう。テントの中はシンプルな室内です。入り口の左右4箇所にインナーポケット、天井にはロフトがついており小物などを入れておくことができます。寝袋やマットをテントに入れると結構ごちゃごちゃしてしまい、小物が行方不明になりがちですよね。こういったインナーポケットやロフトがあればそういったことも解決します。ロフトの裏側にはランタンフックがついていますし、ロフトの下側にもランタンフックがついています。僕が寝てみるとこのようになります。一応2人まで寝ることができるテントですが、横の大きさが130センチなので1人プラス荷物でちょうどいい感じの大きさだと思います。寝てみた時の視点はこのようになります。ここで一旦フライシートを取り外してみます。このテントはこの状態でも使用することができるので、夏でも使用することが可能です。他社の似たような形のテントのフライシートも外してみました。ここで2つのインナーテントの大きさを比べてみましょう。どうでしょうか。クロノスキャビンの方が若干大きいのがわかるでしょうか。クロノスキャビンは230センチ、隣のテントは210センチの大きさです。こういったドーム型のテントのほとんどが210センチのサイズですが、クロノスキャビンは20センチも大きな室内になっています。僕はチビなのであまり気にしたことはありませんが、身長が180センチを超えるような方にとってはとても重要なことだと思います。付属のポール2本を使って庇を作ることができます。このポールは高さ165センチで1本 244g、 2本で 484g と軽いポールですが、アルミニウム合金でできており、直径が 1.45 センチと太いものでできています。庇を作れるテントは珍しくはありませんが、雨が降った時それらのテントはここに水たまりができてしまいます。しかしクロノスキャビンであればこの部分の裏側にトグルがあるので、トグルを止めれば水が排出され水たまりになりにくくなっています。庇の下にバイクを置くのもいいですし、テーブルや椅子を置いてちょっとした秘密基地のような感じでキャンプを楽しむのもいいと思います。耐水圧についてです。耐水圧はフライシートが 1500mm、 床が 2000mm となっています。目安ですが 1500mm で強い雨に耐えることができると言われているので、クロノスキャビンも十分な耐水圧を持っています。テントの縫い目の内側には防水のシームテープ加工が施されています。
テントはいくつかの生地を合わせてできており、この生地と生地の縫い目から水が染めてこないように内側から防水のテープを貼ります。これがシームテープ加工と呼ばれるものです。安いテントでもフライシートの縫い目には全箇所シームテープ加工が施されていますが、床の四隅の縫い目やマジックテープの縫い目などにはシームテープ加工が施されてないことが多くあります。しかしクロノスキャビンは水がかかるであろう箇所には全てこのシームテープ加工が施されているので、縫い目から水が漏れてくることはなさそうです。フライシートに水をかけてみましたが、ポリウレタンコーティングにより水が弾いているのがわかると思います。ということでいかがだったでしょうか。大型バイクも入るテント、クロノスキャビン新潟を紹介しました。今回数あるテントの中でなぜホンダのロゴを入れたのがこのクロノスキャビン新潟なのか、担当者に聞いてみたところ、今回の目的はキャンプツーリング初心者に提案している商品としているため、山岳用のテントに比べて室内が広くて天井も高くてゆったりと使えて全室も広くて荷物がたくさん置けるモデルをピックアップしましたと回答をいただきました。確かにこのテントは身長が高い方でもゆったりと使えますし、それでいてこういった日差し用のポールとかもあらかじめ付属しているので、他に買い足しする必要がないのにもかかわらず品質も高くて、キャンプツーリング初心者だけでなくてキャンプ初心者にもおすすめできるテントだなというふうに思いました。ってことでエンディングの前にもう一つだけおすすめしたいジャケットがあります。僕が3年4年近く愛用しているジャケットなので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。エンディングの前にもう一つだけ紹介したい商品があります。ストームクルーザージャケットです。これなんとですね、僕が今着ているこのオレンジのジャケットと一緒なんです。僕が着ているこのオレンジのジャケットなんですけども、いつ頃かな、多分3年ぐらい前に購入したんですけれども、僕の動画を見てる人であれば、知ってると思うんですけど、僕の過去の動画、ほとんどこのオレンジのジャケット着てますし、海外ツーリングでもこのオレンジのジャケットを着てますし、今年の夏に日本一周した際もこのオレンジのジャケットを着て、日本一周しましたてな感じで、アウトドアの YouTuber である僕が、もう3年以上、このジャケットを愛用してるんで、買い替えずに愛用してるんですけども、なぜ僕が、このジャケットを愛用しているのか、主に3つの理由があります。僕がこのストームクルーザージャケットを愛用している1つ目の理由なんですけども、オールシーズン対応だということです。このストームクルーザージャケットはゴアテックスという生地で作られています。ゴアテックスは雨とか風をしのいでくれるんですけども、自分の汗は外に出してくれるんで、蒸れないっていう特徴があります。夏はこれ、レインコートとして使用することができるんですけども、寒い時期は暴風防寒着として使用することができるんで、これ1着持っていれば、1年中使用できるっていうジャケットなんです。僕が愛用している2つ目の理由なんですけども、ちょっと地味な機能かもしれないですけど、このフードなんですよね。ちょっとフードをかぶってみますね。はい、どうでしょう。今フードをかぶってみました。僕の目が隠れてるの分かるでしょうか。こんな感じで、ほら、すごく見にくい。僕も前見えてないんですごく見にくいんですよね。なんでこうやって上げなきゃいけないんですけども、これ、歩いてたりするとすごく面倒なんですよね。なんですけど、このストームクルーズジャケットは分かるかな、この頭の部分にですね、この頭の部分にここマジックテープがついてるんですよ。ここにとか、ここに、紐がついていたり、あとはこの部分に紐がついていたりするんで、例えば今、すごく目線が見づらくなってるんですけども、この頭のこのマジックテープを止めることで、はい、どうでしょう。ほら、今僕の目見えてますよね。ってな感じで、このフードを自分の、顔の形に合った、位置で調節することができるんです。一見地味な機能に思えると思うんですけども、もしこの機能がなかったら、ずっとこの状態でこう前見えないのにこうやって歩いて、あー前見えんってなって、こうやって毎回こうやってこう位置を調節するような感じでしなきゃいけないんで、このフードが調節できるっていうのはすごくこう便利な機能なんです。気に入っている理由、3つ目の理由なんですけども、修理できるということです。今回紹介したテントもそうなんですけども、モンベルの製品っていうのは壊れたり破れたりしたら、モンベルの店頭に持っていけば修理を受け付けてくれます。で、この、僕が今着ているこのストームクルーザージャケット、もう3年以上使用してるんですけど、この背中の部分、わかるかな、この背中の部分のここ一部分だけ縫い目が違うの分かるでしょうか。これですね、僕が、購入してすぐ、焚き火の火の粉が飛んじゃって、ここですね、2箇所破れちゃったんですよ、背中が。で、すごくこうかっこ悪いし、雨も入ってくるんで、修理したいなーって言って、でも3万円ぐらいするジャケットなんで、修理代金1万とか取れるんかなーって思って、モンベルの店頭持ってたら、
確かですけれども、確か2500円ぐらいで直してくれたんですね。しかも格好悪くポンポンってパッチを貼るだけじゃなくて、見た目も良くなるように一部分というか大部分をこうちゃんと綺麗に直してくれたんで、モンベルの製品というのはそういったアフターサポートがしっかりしているという面も、安心して購入できる点だと思います。この3つの理由が、僕がこのストームクルーズジャケットを3年以上愛用している、理由です。この肩の部分ですね、ここちょうどここら辺かな、この部分にこのホンダのロゴが入っています。これですね、じゃん。ちょっとね、これ借り物なので、着ることができないんですけども、ちょうどこの左肘ぐらいのとこかなに、ホンダのロゴが入っているっていう感じなんですけども、このストームクルーザージャケットも、今回紹介したクロノスキャビンと同じく全国のホンダドリーム店で購入することができます。全国のホンダドリーム店に行けばこうやって実際に手に取って触ることもできるので、気になる方はぜひ、全国のホンダドリーム店に行ってこのストームクルーザージャケットの素晴らしさを実感してみてください。ほいってことでかかったでしょうか。ストームクルーザージャケットの紹介でした。2021年に入って多分4年目ぐらいなんかな、使い始めて、そのぐらい愛用しているジャケットなので、とてもおすすめなジャケットです。ということで今回紹介したテントクロノスキャビン新潟とこのストームクルーズジャケットの詳しい購入先などは概要欄の方に記載しているので、気になる方はぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。